はい、以前にもね、一人飲みの動画をしてこれ紹介したことあるんですけど、まあ、5ヶ月前にね、飲みながらね動画をアップしたんですけどね、とにかくひどい動画なんですけど、その中で紹介してたアウトドアスパイス堀西、これってね普通のタイプと辛口しか今までなかったんですよね。まあこれが売れてるんですよね。なんとですよ、これ、まあ、ちょっとねまとめ買いしたんで3本セットだったんですけど、この見た目はまあ2つしか入ってないですけど、じゃん、堀西プレミアムですね。これね、なんかね、クラウドファンディングで、和歌山のオレンジってところかな、ここが出してるみたいなんですけど、ついにプレミアムバージョンが出て、白トリュフが入ってるって言ったかな。これ今ねネットでも値段が高騰しとるかもしれんのんですけど、ちびにしってね、堀にしを入れる容器までついてるんですよね。そそられますよね。でまあね、凝ったキャンプ料理とかで比較動画とかね、レシピとかやりたかったんですけど、まず食べてみようと思って、いつものコプ弁、昔のポプラ、今のローソンポプラのね、揚げたての唐揚げにかけてみたいと思います。はい、ポプ弁ですね。コオロギを食べた時も参上したポプ弁です。そして堀西プレミアムの方のもう中蓋も取ってしまいました。じゃあ早速、まずは匂いからね。なんかね、普通の堀西よりちょっと癖があるっていうか、トリュフの香りなんかな。一味っぽいとも言えるし、色もちょっと一味っぽい色っすよね。まあ何が入ってるのかちょっとかけてみましょう、ね、はい、結構贅沢にかけました。ではいただいてみたいと思います。うまいっすね。味が濃いんでしょうね。でもね、ちょっとね、唐揚げだとわからないんで、ちょっとご飯にもちょっとふりかけみたいにかけて食べてみましょう。なんか堀西に一味なんか追加されたみたいな、これが白トリュフなんですかね。うん、美味しいですね。実はね、辛口も普通のも持ってるんで、ちょっと食べ比べてみたいと思います。堀西は食べたんですけど、ちょっとねビジュアルがね、あんまりもう固まっててね、良くなかったんで、堀西は美味しかったですよ。でこれが堀西の辛口ですね。辛口は辛口でまた雰囲気は違うっすね。全部やっぱ違うっすね。でこれが堀西のプレミアム、もう一回食べてみます。なんやろ、こっちがちょっとね癖がない塩コショウに近い感じで、この2つがね結構似た感じっすね。でもこっちの方がさらに辛くて、こっちの方が風味がある感じって感じです。まあね、でもね、手に入らないっていう、またプレミアム感がいいっすよね。酒飲みの食べ方じゃないけどね、これマヨネーズと堀西。
まぶしってね、西村さん、あのバイキングのね、あの両方持ってるんですよ。これも、もうスパイスバカですよ私、ね、これもね、あの両方持ってるんですけど、これにね、どっちか言えば堀西テイストとしては一番近いかなって感じですね。ちょっとスパイシーな匂いがしてね。